ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。霊夢さ、最近何の本読んでるの？戦国乱世にタイムスリップする小説を読んでるわ。足軽から出世していくサクセスストーリーだよ。え、歴史的に考えたら足軽だけはやめといた方がいいぞ。え、どうして？足軽はただの一般兵士で使い捨てみたいなひどい扱いをされるからだ。そうなんだ。足軽についてなんて、あまり考えたことなかったわ。今回は足軽の悲惨な状況を紹介していくぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。まず、足軽や増量ってどんなイメージを持ってる？普段は農業をしながら暇な時期に戦うイメージかしら？確かに一般的な通説はそうだけど、実は全く違うんだ。え、そうなの？その証拠に、上杉謙信も、毛利元就も、武田信玄もみんな農繁期に出陣している。桶狭間の戦いは田植えの時期、第四次川中島の戦いや厳島の戦いは収穫間近の秋だったんだ。農業が忙しい時期なのにどうして戦に参加できたのかしら？実は戦国時代の農民は軍役衆と百姓衆の二つに分かれていたんだ。ふむふむ。そもそも自分の田畑を耕している農民はほとんどいなかった。名主と呼ばれる広い土地を持つ農民は一握りで大多数の農民は名主の下で、下人として農業に従事していたんだ。名主の下で働く人たちは小作農とも呼ばれていた。そうなのね。けど、戦国時代は日常的に戦いがあるから農業に影響は出なかったのかしら。軍役衆も農民として年貢を納めないといけないわよね。ああ、そこで名主たちはこんな風に交渉したんだ。百姓衆の名主は年貢を多く納めるから徴兵を免除してほしい。軍役衆の名主は足軽を多く出すから年貢を減らしてほしいとな。おお、これなら、戦国大名や土地を直接支配する国衆も年貢と兵力を両方手に入れられる。同じ農民層でも、農業に専念する人と戦いに専念する人はこうして生まれたんだ。なるほどね。農家の後継者は農業に専念して後継者以外は戦に行ったの？農民の次男三男は家を相続できないから武士になったという通説は間違いなんだ。実際は相続できる土地もないし家を守るという考えもあまりなかったんだぜ。長男だろうが次男だろうが、戦働きをしていた。農繁期でも、軍役衆の農民たちが戦場へ行けるから合戦ができたのね。名主も戦場へは行ったのかな？ああ、名主や名主の血縁者が出陣していたぜ。自前の下人たちも引き連れてな。土佐の長宗我部氏に仕えた一両具足が有名だぞ。下人は名主の召使い同然の身分だから合戦では下人が足軽として戦いの主役となる。戦場ではどんな様子だったのかしら？戦にはどんなものを持って行っていたの？足軽たちは、衣類や闘争、寝るためのむしろなど生活用品を持参したんだ。闘争って武器よね。農民が持っているなんて少し意外だわ。当時の農民は、日常でも刀を刺していて出陣の時は持ち物検査があったんだ。刀が錆びていると厳しく注意されてその場で磨かせられたみたいだぞ。厳しいんだね。防御の道具はないのかしら？具足と呼ばれる鎧を持参する下人もいたぞ。けど、多くの下人はお菓子具足と呼ばれる鎧を貸し出してもらっていたんだ。お菓子って聞いたら、少しお腹が空いてきたわ。足軽たちは、だいたい3日分の兵糧を自前で準備していたんだ。蒸した米を乾燥させた干し飯や梅干し干し味噌など保存性が高くて持ち運びやすいものが多かった。兵糧が支給されたのは、行軍4日目くらいからだったんだ。3日もお弁当で頑張っていたなんて、凄すぎるわ。戦場までは歩いていくんだよね。そうだな。しかも時には険しい山道だ。長時間歩き続けていると、中には低血糖という症状で動けなくなる人もいた。糖分不足で動けないってこと？そうだ。動けなくなった落後者は置いていくしかない。軍勢が行軍した後には、動けなくなって命を落とした足軽がたくさん横たわっていたそうなんだ。当時の人々はガキつきと呼んでいたんだ。ガキつかは笑えるけど、ガキつきは全然笑えないよ。それくらい戦場では飢えることが日常茶飯事だったんだな。4日目くらいからでも兵糧の支給があるのは救いだね。それが確実にあるわけじゃない。戦場の状況によっては補給が途絶えることもあったんだ。過酷だね。ああ、過酷な状況を生き抜くためにはサバイバル術が必要だった。江戸時代に書かれた足軽のマニュアル本草料物語にはこんな内容がある。敵地では目につくものを何でも拾え。たとえ松の皮でも水にさらして粥にして食べたらよい。川を渡る時や大雨の時、首に結んだ兵糧袋が水を含み目を出す。早寝と一緒に食べるべし。ええー。お粥にしたり目を出すのを待つのは、かさ増しかしら。飢えをしのぐために知恵を絞ったんだね。そうだな。けれど、水は食べ物以上に確保が難しかった。慣れない土地の水で、下痢になる足軽もいたんだ。戦場で下痢なんて最悪のコンディションね。井戸や川はなかったのかな？敵地の井戸には、毒や馬糞が投げ込まれていたんだ。
川があればまだ良いけど、ない時は雨水を溜めて飲むか水溜まりの泥水を布でこして上澄みを飲んでいた。安心して飲める水がなかったのね。ああ、さらに、戦だから当然だが怪我もする。軍にお医者さんはいたの？金総医という医者がいたけど上級武士しか治さなかったんだ。足軽が怪我しても知らんぷりだな。手当てしないと悪化しちゃうわ。自分たちで少しでも治療できなかったのかしら？怪しい民間療法ならあったみたいだ。凍傷には小便を塗って、内出血には馬糞を水で伸ばして飲めば良いとされた。矢が刺さった仲間がいれば仲間たちで力任せに引っこ抜いたみたいだぜ。怪しすぎる上に乱暴ね。ああ、そんなことをしたら、破傷風や感染症など悪化する可能性もあった。けれど、当時は一番良い治療法とされていたんだ。足軽がかわいそうになってきたわ。それでも、足軽といえば戦の主役だもの。秀吉みたいに手柄を上げて出世する足軽もいたんだよね。いないとは言わないが、かなりレアケースだ。足軽が手柄を上げる方法を知るためには足軽の戦い方を知る必要がある。どんな風に戦っていたの？合戦の基本は、備えと呼ばれる部隊編成だ。備えに配属された足軽たちは指揮官の命令に従って進退する。指揮官は備えごとに命令を下すから足軽が勝手に持ち場を離れることはできないんだ。備えイコール攻撃単位なんだね。勝手に動くとどうなるの？軍規違反とみなされて、処罰されても文句言えない。いくら相手の首を打ち取りたくても手柄首である上級武士は敵の備えのさらに奥にいるから、たどり着くことも難しいんだ。手柄を上げてのし上がっていくお話はよくあるのにね。そうだな。人気漫画のキングダムでも一兵士が将軍クラスを打ち取っていく描写があるが、実際は難しい。あくまで物語なのね。じゃあ足軽が手柄を上げるチャンスはないのかしら。一つだけある。敗走する敵を味方が追いかけている時は敵の上級武士が怪我で動けなくなっているかもしれない。そこを打ち取れば、良い名主なら出世できる可能性がある。絶対じゃないの？部下の手柄は上司のものっていう不分率は戦国時代にもあったんだ。足軽の手柄は名主のものになってしまいがちで実際、足軽出身の武将はとても少ない。秀吉は本当にレアケースなのね。主君が信長じゃなければ秀吉だって出世できたかわからないんだ。それでも名主によっては、足軽の手柄を正直に報告する場合もあったらしい。そんな優良名主に恵まれた足軽は褒美に預かり組頭として出世することもできたんだ。わずかでも希望が見えてよかったわ。けど、足軽って奴隷並みの扱いだし悲惨ね。何か楽しみはあったのかしら？足軽が一番楽しくて百花となるのは乱暴度と言われる略奪行為だった。敵地の作物や家財道具を奪ったり女子供をさらって人身売買をしていたんだ。これは足軽への最大のご褒美として、黙認されていた。さっきまでの道場を返してほしいわ。略奪行為自体は戦国時代の初めから横行していたんだ。時代的にも、ちょうど商業期が重なってたびたび大きな飢饉が起こっていた。そんな中で都市へ流れ込んだ貧しい民衆は略奪の味を覚えていったんだ。商業期ってちょっとした氷河期のことよね？ああ。そんな社会モラルがない時代背景だからこそ足軽たちは当たり前のように略奪行為をしたんだな。もし上級武士たちが略奪行為を禁じたらそれこそ足軽たちの楽しみは何もなくなる。足軽全員に給与や褒美を与えられない以上何らかの形で特権を尊重してやる必要があったんだ。やる気がなくなって、戦の士気が下がるのは避けたかったのね。だけど行き過ぎた略奪行為は禁じられるケースもあったんだ。敵地が徹底的に破壊されると、せっかくその土地を手に入れても復興できなくなる。だから頻繁に金星を出してやりすぎをいさめていたんだ。頻繁にいさめないといけないくらい足軽たちの略奪行為はすごかったんだね。そうだな。秀吉と家康の時代を経て、足軽の身分は武士になるけど武士になっても略奪行為はなくならなかった。慶長20年1615年大阪夏の陣で、豊臣方を破った幕府軍が大阪の町へ乱入した。その時、足軽たちはこぞって町屋を襲い殺人や女子供の誘拐に励んだそうだ。唯一の楽しみの略奪を忘れられなかったのかもしれないな。略奪が唯一の楽しみなんて、やっぱり悲しいね。さっき足軽の身分は武士になったって言ってたけど足軽はみんな武士になったの？全員じゃないぞ。兵能分離の波は、信長と秀吉の時代に押し寄せてきたんだ。豊臣秀吉が天下人になると、全国に剣地刀狩りを命じた旗を作らない者は農村から排除する方針になった。足軽は農村から出て、大名に仕えるよう命令が出たんだ。農村から出たくない足軽はどうしたの？出たくなければ農業に励めばよいから武士になるか農民になるかを選べたとも言える。武士になる者は城下町へ引っ越して大名に仕え農民になる者は農村に残ったんだ。おそらく全国的に見られた光景だろう。選択肢が与えられたんだね。
けど、もともと武士の人がいるから足軽出身の武士は身分が低かったのかしら？そうだな、一番下の身分だった。江戸時代になって身分統制が進み足軽の立場はますます低くなったはずだ。だけどパッと見ただけじゃ足軽ってわからないから、武士は武士よね。足軽でも帯刀は許されていたけど、外出時は下駄じゃなくて草履を履かなければいけなかったり、袴を履いてはいけないなど、様々な制約があったんだ。外見ももともとの武士とは違っていたのね。足軽の武士はどんな生活をしていたの？待遇も良くなかったから、質素なご飯を食べて庶民と同じような長屋に住んでいた。たまには美味しいものを食べたりしていたんじゃないの？贅沢をすればすぐ赤字になるくらい余裕のない生活だったみたいだぞ。足軽出身の武士イコール貧乏武士なのね。貧乏武士たちはガサバリなどの内職をして家計の足しにしていたんだ。そういえば映画やドラマで見かけたことがあるわ。なんだか武士らしくない生活を送ったんだね。そうだな。その一方で、徳川将軍家に仕えた足軽もいるんだ。徳川家の直臣扱いだけど、あくまで下っ端として同心などの低い役職を務めていた。同心ってどんなことをするの？市中警備などが主な仕事だったようだ。霊夢は時代劇の必殺シリーズって知っているか？知ってるわ。裏家用の仕事人たちに、基本前払いで復讐してもらうスカッとするシリーズよね。妙なところ詳しいな。必殺シリーズ主人公の中村モンドは足軽の身分なんだ。服装も袴じゃなくて、庶民と同じ小袖を着てるだろ？あれ？でもモンドのお母さんが我が家は三河以来の直参って言っていたわよ。やっぱりなぜか詳しいな。いかにも中村家が不代家臣みたいに聞こえるけど実際は徳川家に従う足軽でしかないんだ。身分は低くても、将軍に仕えるというプライドと意地だけで江戸時代を生き抜いたんじゃないかな。そうだったんだね。まさに、武士伯は根戸高陽次ってやつだな。今回は足軽の悲惨な状況を紹介したけどどうだった？足軽ってもっと夢があるのかと思ってたけど想像以上に過酷で悲惨だったわ。そうだな。悲惨な状況が当たり前だったからこそ平和な江戸時代に生活が苦しくても、聞いたかくいられたのかもしれないな。そうね。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。